ヘレディタリー、冒頭から印象的です。ミニチュアのお家が出てくるんですね。断面カットしてあって、中に家具とかにお人形さんがいて、でカメラがスーッと中に入っていて、本当の家に入っていきます。これはメタフォーか何かの呪いか、新しいホラーの予感がしました。そしてですね、親子3代出てきます。母と娘の3代です。これが怖いんですよね。おばあちゃんの葬式から始まるんですけれども、秘密がいっぱいある。そしてお母さん、兄って言うんですけど、どうも主人公っぽいんですよね。彼女がこのミニチュアを作っているわけです。ミニチュアのアーティストで、彼女の過去のトラウマをミニチュアで作っているわけです。そしてその娘、12、3歳の娘が出てくるんですけれども、外見も怖いし、そしてそれが死んだ鳥の首をちょん切っておもちゃを作ったりするんですよね。ヘレディタリーというのは遺伝とか代々のという意味があります。だからこの親子、何の因果があるのか興味が湧きます。そしてショッキングな出来事があります。これはもう私本当に度肝を抜かれました。そして母と子の間に不信感が生まれます。これはすごい、ババロックよりもっとダイナミックな家族の心理ホラーが始まったと思いました。半分ぐらい行った時、兄がなんか気がつくんですよね。そして私は、どうぞこの映画そっちの方向に行かないでください、どうぞ行かないでくださいと思ったんですけど、そっちの方向に行っちゃいました。そしてそうなってから思い返してみると、この映画の最初からあちこちにヒントが散りばめられていました。後半の展開がお好きな方もいらっしゃると思いますが、なぜ私が後半に失望したかお話したいと思いますが、ネタバレの可能性がありますので、先に評価をしたいと思います。その前に一つ付け加えたいのですが、兄を演じたトニー・コレットはすごい演技をしました。複雑で問題を抱えている、モンスターなのか被害者なのかわからない、怖い人だけど不思議と同情してしまう。ヘレディタリー、これは上級のホラーです。最初から最後まで怖いです。キャラクターとセッティングのユニークな全般だけ見るとホラーの傑作でした。私の評価は ABC のうち B プラスです。家族の心理ホラーとしては、近年ババドクという傑作がありました。ヘレディタリーも家庭内の心理ホラーとして始まります。病的なものを抱えた親子3代、ショッキングな出来事、母親と子供の不信感、素晴らしいスタートです。それが後半からホラーお決まりの迷信的な超自然的なものにとって変わられます。ホラーというジャンルを批判しているのではありません。ホラーは人間の根源的な不安を反映していて、とても創造的になれるジャンルです。ですから迷信を中心にドラマを盛り上げた傑作があります。ウィッチ、エクソシスト、ローズマリーの赤ちゃんなのです。ヘレディタリーではその迷信的要素が最初なんとなくほのめかされていますが、ドラマを盛り上げる中心になっていません。謎の奥が最後言葉で説明される。その迷信よりこのお母さん、アニーの方がよっぽど怖くて、強烈でドラマティックな要素でした。最後映画はミニチュア模型に戻るのですが、これはもしかして全てアニーの妄想だったのかもしれないと余韻を残しました。